水田さん、はい、あなた韓国はどうでした？いや、新鮮でしたね。新鮮、新鮮空港、新鮮、はい、使えへんって。一回切って、まあ、ステージ1は一旦終わりましたが、全体通してなんか試合はどうでしたか？マンセムが最後嘘ついちゃって、嘘、サヤが、ね、左見えたっつって言いませんね。そう、最後のバイパースピットの俺が外にいて、サヤが中にいて、左見えたっつって、左見たら全然右にいたみたいな。左見えた、左見させて、いない、右です。でそれを俺信じてたけど、そのまま、それで完全に嘘つかれました僕は。まあ結果勝ったんですけど、俺の試合で勝ったからいいか。まあ、俺の試合で勝ったけどね、嘘はつかれた。まあ T1 勝ったところでプレーオフ踏めるなとは思ったけど、まあ、なんだろうな、 T1 に勝った勢いでその分プレッシャーもらって、俺らがやろうとしてる動きが出なくて、それでどんどんプレッシャーに負けた気がする。まあ踏んでみたくはあったプレーオフは。 T1 勝って本当に流れが来てんのかなっていう感じで人事戦挑んで、まあでも人事本当に王者らしく強くて、ちゃんと変なプレッシャーだったりがあってうまくできなくて、まあバタバタバタと 3戦勝てそうな試合を落としてもったいないことをしたなって振り返ると思いますね。マップは取れてたもんね、うん、思ったより結構大会でもいつも通りのやつ出してるところもあったけど、勝ちきれるところがなかった、足りなかった。上海組でなんか気になるチームとか選手とか。ヘレティックスかな。ヘレティックス、まあ、ヘレティックスのベンジかな。強いですね。そう、まあ、はい、まあ、前のゲームを一緒にやってきたんで、ベンジは向こう知ってる？知ってます。さすがに知ってます。俺が個人的になんかこうヘレティックスのなんだろうな、やってることが好きというか、ヘレティックスのタクティクスとか結構好きなんで、まあちょっとミニブが来れなかったのは残念だけど、まあけど頑張ってほしい。もしはロシ見るでロシは見ない見ない、ロシ好き、ロシ大好き、見ないです。まあだんだん利用してきたんで、メッセージと英語で行こう。言葉いらないってことです。言葉いらない中なんで。まあステージ1は1勝4敗で決して良くないあれですけど、結果ですけど、まあ、ステージ2はこのミスを踏まえて成長してステージ2臨みましょう。喧嘩しましょう。喧嘩しましょう。喧嘩しましょう。頑張りましょう。最近も喧嘩します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。常に拳で。常に拳で。